課金のエボコインとかいうの120日で消える必要ある？え、消えんの？消えるって書いてあるよ。なんで？有効期限があります。せめて1年とかだろ。120日。ワニだね。でもセコさんはね、シーズンパスから出てくる。やっぱりシーズンパスのこのエボコイン990なんだけどさ、ああ、あのよいしょ、最近のシーズンパスってさ、エピックスのことだけど、買ったら戻ってくるじゃんらしいね。戻ってくるプラスアルファ大体あるんだけど、990円で買って、まあ、990円しか戻ってこないね。最後290だからね。機体の軌道を確認。これより最終テストを開始します。大体900で買って1000回テストフェーズ設定。で、項目を確認。チュートリアル。チュートリアルはやろうかもない。てか、なんかあれマジ？マウスカスカ入ってるって。なんか、コンフィグで切らないとダメって、なんかツイッターで見た。視点を操作しながら、指定地点まで移動しましょう。入ってる感じはしないけど。本当？入ってんのかな？まあ、気にならないレベルならいいや。入ってたら、気づく。入ってたらよっぽど気づく気がするけどな。次は、上空移動します。わかんない。リカソットダッシュを使用して、指定地点まで移動します。リカソットだったらわかんないって。次は、ブーストステップを使用して、いや、まあ、それはパッと見て切れるなら切るけど、ないもん。ブーストゲージを消費します。それよりはモーションブラーの方が切れないもん。ジャンプを使用、モーションブラー切れないんだ。やるね。長く押し続けることで、より高くジャンプ。これヘッドボール切れない？あるって書いてある。空中でジャンプ入力を押し続けると、あ、はいは。ホバリングを使用して、指定地点まで移動しましょう。フェーズの完了を確認しました。基礎的なものは簡単すぎますね。あんま気にならんけど、そうね、あんまり気にならないね。マウス加速言うの、もしかしてこのゲーム違和感のない加速。モビルスーツでの戦闘行動についてテストを行います。画面上のナビゲートに従って行動してください。ああ、ギリギリいじるんだ。そう、メインウェポンで敵ユニットを攻撃する。リモートはダブアクションを使用することで、より精密な射撃を行います。指定地点まで移動してください。ハンドグレネードで敵ユニットを攻撃しましょう。アクティブスキルを使用すると、再度使用可能になるまでの時間、クールダウンが発生します。これでアクティブスキルはユニットごとに様々。それにモーションブラーの切り方もどっかに。グレネード飛んできすぎじゃない？これなんかぶっ飛んでいかない？ちゃんと飛んでくよ。狂犬だね。狂犬マジ強いから。飛んできすぎだろ。何？放射線状というあれを知らない？一直線や。あ、ピンあるんだ。いうのを、みんなあんま見てない。シーラインしてても乗ってても誰も気づかんみたいなパターン。これ退却ないじゃん。終わったわ。よくやったわ。ナイスを使ってください。めんどくさいな。いや、さっきシーラインしたからな。さらに攻撃を受けると、まださえ使ってみて。マジで中途で強制的にやらせるのはマルチゲームにおいて好きですよ。いいと思います。別にエスケープをしてできるんですよ。でもほっとくと大変なんですよ。お前本当に参加してないねってカウントダウン始めるから。嘘でしょ。急げ、急がないと終わっちまう俺ら。確かに。ちょっとじゃあ排出。まあ大丈夫やろ、大体分かったし。ジャンプとジャンプを失敗でホバーとシフトでラスターね。ボタン押しでラスター。リング。これフレンド登録いるやつか。はい。むしろいらないゲームはないやろ。シャニアでいいじゃん、送るの。うん、シャニア。
シャニーもしかしたらあれ？あ、大丈夫だ。シャニーですよ。愛じゃない、愛じゃないや。なんだっけ、1じゃない。もう最後。愛ではあるんだよな。え、嘘。あ、そう、愛だね。1じゃない。送りました。いいってどこ、私、加速していたのか。機体どっか、ユニットか。最初からキャラ多いのはなんかでもすげえ好感持てるわ。17キャラもいるんだ。なんかエボルブみたいに、エボルブじゃねえや、あのオボッチみたいにキャラ渋んなければ元ネタはあるから。確かに、ぶっ壊れの方で、まあ強い方でどんどん出し続ければオーバーフッチにはなんないんじゃないかな。まあぶっちゃけあとモデルとかはその、なんだろう、持ってくるわけにはいかないだろうけど、大体ね、だってガンダムの 3D ゲームいくらでも出してるから、そっから色変えりゃええねん、色変えりゃ、そうぶっこ抜いてくれいいから。もう射撃装備とやっぱ格闘装備がいるから。そう、しかもガンダムのいいところは、あのビームライフル撃ってるやつが何キャラかいてもあんまり文句出ないっていう同じ武器じゃんとはならないから。もうビームライフルこいつ撃ってたしだから、やる人が増えれば、ガンダムっていうのがな、ガンダムってガンダムだからって禁煙する人絶対いるから。そうね、俺もガンダム嫌いだもん。ライブルバージョンとサーベルバージョン、オッケー、ログインでしょ。なおです。なんかスキンいっぱいある、ダッセー、ダサいよ。オーバーウォッチよりダサいものがあったと思う。いや、レジェンダリーのダサさやば。オッケー、入りました。これ何？これあの中学生の裁縫道具のドラゴン書かれとるか。エリーいなくね？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 いないね。連続で送ると。出た。来てなかったからな、インバイト。エリーに送った後にそこでバイオに送ったから多分消えたね。出た。そういうのな。ゲームが見つかりました。え、これ即ピしてないと取られる可能性あるゲーム？はいはい、うん、もちろんです。ローディングバトルのやつ、ほらパーティーだとこの下に緑色が出てる。ほんとだ。いいじゃん、見たことないけどな、敵で見たことないんだよな。見たから敵は見えないんじゃない？見えないんだろうな、味方だと分かる。ノーコンテストがあるゲームとか、日本ゲームで神ゲーか。やめろ、本当に見て思いついたら嘘だろ。もうサドルそっきよ。ディスコネクテッド。これ撃ってんです。撃ってん PC です。撃ってんです。なるほどね。ただの。じゃね、何する？これする。出てもいいよ、ペルライダー。これじゃ。ガンタンク以外ならない取ってもいいんですよ。ガンタンクも。ガンタンクも本人そんな強くないけど、起こしが早いから。超早い。行くよ。それが強い、ガンタンク。そう？まあ、ガンタンクぬ。ガンダムぬめえ。てか、E ボタン何これ？移動。なこれ、このトマホークにも取る味方にも取る。トマホークが F 上の方に投げて飛べる、それ飛びつける。これでも暗いな。あ、なんか飛びつく動作がなんかチュインって感じじゃなくてゆっくり感じだね。それちなみに障害物引っかかるのからさ。なるほど。で、そのなんか9デフォだと何番だ？いいか。トマホークあれ関係ないから。あの縦関係ないかな。なんか C 何これ、これ敵どっか来んだ。お、ここハイディングスポットじゃない、もしかして。大丈夫、出てない。そっちに4人いるから、そっちワイプしたら終わる。お、やだやだ、いいか。いったね、みんな。さて壊れる。かかるぞ。終わってる。終わってる。シフト使って出しして。なるほど。制圧されました。
設置はクロス位置にはいるけど、このサドルダッシュできないのか。1回しかできない。少ない。ショットガン火力が今にバカするだから。バカだな、確かにこれバカだな、これ確かに。ちゃんとギブってばいさん、殺し切った方がいい。殺し切った方がいいね。はい。うわー、やっちゃった。いった。なこれ。は？撃たれました。いったー。あ、今。これする。アルティメットは9か。上と下にあるのか。上がやばい、上マジでやばい。なるほど。上は割り切ったらそう思ってる。下に1匹いった。これナノブ、ナノブ、ナノブ。バイオンの音はなんか逃げたやつ出しに上に潰れる。なるほど。これなんか上に絶対飛ぶんだけど、何これ。うわあ、頑張れ。ああ無理これ。ああごめん、これ無理だ。バイオンファイズするか、縦発の前パッと。いや、解除きつそう。24秒、結構長いから。めちゃめちゃ長いから10秒解除ぐらい。これ下だから。いった、後半戦。いった、いった。解除中はタイマー止まったら。なるほど。いやーきつそう。帰ります。なおね、分かった、来た。 E ボタンで投げたーい。入ればいいじゃん。そう、すげえ違和感ある。多分これスタンが強いでしょ。でもここは下と上があるんだよ。あ、出る一番守ればいい。これこの辺のこれね、エレベーターあるから。これはい、上で守ってる。サザビになんか女が乗ってんだ。これこれも変わるんだろうな、スキンとかで。サザビとかはもう炎投げれば盾取れるから。おほん、ダーグすぎ。あーやった。入ってくる、3人、4人、4人、4人。いやーめっちゃ入ってくる、めっちゃ入ってくる。うわー、綺麗なー。中で2回目がプラントのバルバルにいる。はい、アホが来た。やる、切る。ナイス。あ、全然止まった。俺いいぞ。硬い硬い。上か。はい。パック。上逃げられた。上かな。大丈夫大丈夫。はい。はい。中中中中、はい。敵を発見した。敵がいるわ。
寄ってる距離、撃ってやがって。これでも暗いな。シールド付きの鉄を発見しました。後ろからザンザン、ジムジムジム、ジムジム、ザンザン。上かな、下かな、これ。見えるわ、俺。受けしまいな。ガンダムの下。アルティメット使えるところわかんねえ。ずっと貯めといていいの？立ってるから。うん、いや、なんかあの設置されてヤバそうだったら使えばいいって感じでいいっしょ。フル回線的に使って、あ、死ななきゃいいよ。バイオは死ぬとなくなっちゃうから。あ、死ぬとこれなくなるのか。あのあれね、パネルだから、パネル飛ばして。あ、じゃあ当てるとゲージなくなるの？ゲージは大丈夫、ゲージは大丈夫。あ、そうだね。受けしまいな。スタンダーバイスキル。はい。お、うそ。いいね。負ける気がしないよ。今リカバリーする。リカバリーする。解放されてる。行こう。さあ入られてる、だいぶ。あて使うわ。強いわ。ここ強いじゃん。あて強よ。やばいよ。ファンデ強いよ。ファンデマジ強い。起動シーケンスが進行中です。どこから撃った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 。死んだ。やばいかも。あ、やばそう、これ。ちゃった。ガヤさん、俺と同じで盾知らない民。何？盾知らない民じゃない。これ、ミクリックした時にしか意味ないの？あ、そうなんだ。自動で、なんかあんのかと思った。あ？なこれ、あ、敵のか、敵のオーバータイムか。あ、そうなんだ。いや、俺構えなくても勝手に吸ってんのかと思った。最強か。なんだよ、構えてもろて。ピーターマンと同レベルだったか。ヘルス減っても構えねえなとは思ったよ。そう、なんか死なないザク強いぞ。とあの、マジパック取りまくれる超強いザクやっぱ、うん、何これ。あ、そういうことか。21連続キルって書いてあった。バリバリってしてたわ。あとね、ヤバそうだなって思う。設置されてヤバそうだなって思った。中継トリックっていいよ、これ。あれ、もしかしてエネミーテリトリーですか？コマンドポスト、これ ET の中継って。そうあんな面倒くさくないけど、発信準備よし。スピードオプスが必要。取れるし、すぐ取り返せる。次も頑張ってくださいね。触れば系？やるべきことはやるさ。いや、ゲージあるんだけど、めちゃめちゃ速いゲージ。5秒あるかないかぐらい。ザク強えよな。ザク強い、マジ強い。ダッシュ3回とか言うの壊れだからな、そいつ。一番やっぱ機動力あって、何ちょっと離れて戦えるじゃん。そうね。クラッカーすぐ負けないのかっていう。クラッカーすぐ忘れんだよな。クラッカーでも強いよ、マジ強い。あと、忘れたら、あれ使えばいい。あの、死体パスに使うといい。あれ、これ飛んでくの使いづれえな。どういう飛びに使えるかわかんねえな。使いづらいけど、これね、あれだよ、ウルト保ってる時にウルト焚いて。ああ、あと裏、ちょっと裏取れた時とか、はい、あの斧投げて近づいて全部取る。殴りある？ないから、はい、ない方がいいと思う。義務化しちゃうから。いた。前やります。バラさん全部踏みました。イージーなって、イージーなって。本当は前ある。熱っ。右中継だから。はい、確かに。さっきめっちゃ来たんか、こっち。
ベビーがスモーク？ベビー。ベビーが木炊いてるとき、あれ全部引き入れるから。なるほど。取った？取った取った。みんなが出る。あぶね。あ、ウィット。あ、どこだ。下入っ、下入れてる、下入れてる。なんか通りそう。返してる？やったやった。危ねえ。ヘルスないで謙虚に撃ってます。どうも。これ俺は気にしないで動いていいの？ヒールされてる時って。マジだからこれ。はい。長えなこれ。やば。この B なんだかんだ叫んでる。あ、これあれなんだ、どっちできないですね。あと30秒いるいる。ここを攻めるぞ。相手エクシアいる？もしかして。いる。結構いる。どうエクシア？強い。いや、一応バルバトスって言うのかな。バルバトスってやって、カムないかな。あ、あいつあるのか？何？あいつあるの？エクシアはなんかもっと使ったら強い。上にザクいたわ。あのね、ビーム、なんか飛んでくるのかよ。あれ？ここ設置じゃないの？もう設置できんじゃん。やべ！爆弾来てる。なんか爆弾来てるな今。落とすー、ごめん。バイ起こす、ま、あー、いや起こしたいんだけど、うん、ファンネルで起こしたかったんだけど助けれちゃった。いったー！あれが強いらしいんですよね。溜めるのが大変だけど。受けちまいな。破壊兵器動画着戦終了します。ササビー落とすことの性能はない感じだ。なんかそう、正面から突っ込まれて今死にはしなかった。多分、爆破力あるって感じではない。うん。あれ、途中ぐらい。あれで死ぬからな。そう。え？ Y じゃない？ Y じゃない？あいつ、あれだ。触った回数めちゃめちゃ多いやつだ。ケース取ってるだけだ。下打ちのバイオやん。下打ちだ。出た。ユニット大破とかいう。最大連続キル、金。まずい、時間です。面白い。終了。やっててくれや。俺はもうちょっとで外出するから。終了。一個下の準備進めるか。俺100%ですわ。チケット回しとけよ、はい、チケットって。前にガチャあるんです。スキンもらえるぞ。クソスキンもらうか。クソスキンもらった、これ使おう。めっちゃダサい。ヤハすぎ。あ、あそこの会社もしかしてこれ私の出したって言ってたの。そういえばやるか。あー面白い。全部やんないと。ガチャどれ？
なんかプレイヤー一回行って受け取りがあるから受け取って。プレゼントボックス。ちげえこれパスオブエグザイルだ。何起動してんだ。ちげえちげえちげえ。受け取って、ガチャの一番右かな。なんで一番右？ガチャの。ガチャってどれ？ショップか。お、あるぞ。決定。そうだ、そっちに行けます。いや、元が知らねえからダサいのかわかんないけど、ダセえな。紫だからよし。まひろくんいいじゃん。俺今ジムのクソかっこいいスキン手に入れた。全身くすんだオレンジ。でもジム自体がダセえからな。そら怖い。全身くすんだ緑って苔生えてるね。ふえふギミック忘れた。酸素を出てるよ。あのね、ビームライフル撃ってるだけじゃねえかよ。大変は月光町が強いだけ。お前巴投げすんぞ。巴投げも一応アンチ、サザビの縦のアンチ。あれバカ強いからな、巴投げ。つい巴投げしてる間に周りに撃ち殺されない。大丈夫。いや、たぶんビターマはね、バルバトスやってるからね、やっぱ巴投げされるから。まあ、襲いかかると巴投げされるから。ああ、そういうことか。なるほどね。確かにそれは強い。あれ、でもまポンポン。でもなんかキャラが、運転席の声が、誰って人なの悲しいな。俺てっきり、あれじゃないかな、スキンで出す。課金なのかね。いや、俺てっきりその、主人公が乗ってんのかと思ったら。あ、その辺はでもしょうがない。まあね、それ課金で出す分には別にいいと思うわ。そう、だってそこ、いい感じの絞りどころでしょ。うん。しかも、俺別に好きなやつは買うし。何も思い入れねえから別に、男だったら誰でもいい。わかる。女の声は嫌だ。ほんとだ、パイロットボイスがあんじゃん、ちょうど。これで多分出すんだろうね。ノーマルと書いてあるし。スキンとかもザクのスキンみたいなのがあるけど、あるから。キャラ専用とか。そうね。あ、ほんとだ。いや、このさ、中学生の裁縫道具シリーズなんだろう。かっこいいやろ、これ。ドラゴンなわけ。これやべえな。いや、いい。いや、俺、これ好きだよ、このダサさ。いいな、これターゲットが中学生なの。え、これもしかして全機体あるの、これソードビーに終わったけど、このクソダサスキンシリーズいいな。この専用とかじゃないからクソダサスキンしかない。いいな、マジでこれ。確かにドラゴンかっこいいでしょ。変に凝ってるやつよりは。バイオマホグいるよ、ホグ。どれホグ。最後マラサイ、マラサイ、あのロックされてる一番左。一番左？そう。これ？それそれそれ。一番下の段の。それロードホップです。左から。ユニット説明。本当だー。このゲームのロードホップ超強くない？だって音だろ。確定の音だろ。強い。そう強い。多分ね。こいつはちゃんと使えば強いキャラだとは思う。みんなってあのステップ使ってないから。普通にボボボボボって走ってきて、結構硬いから。あー、でも全キャラワンピック取れるのが無条件で。でしかもそれなんか中距離ライフルだから、普通に中距離ライフルで近距離も殺せて、ピッチながら、スタン3つ、結局高速3つでしょ。アルティメットもあるしね。スタンと殴るスタンとアルティメットのスタンで一回アルティメット食らったけど、発生モーションマジで見えねえから、シュパン。そのままこぼされた。だから強そう。本当アンロックある。90円。あ、でもこれあれでもいけるんだ。いや、あのパックがある。パックが4000円ぐらいで。キャピタルっていうのはあのビギナーのやつと、あのあれシーズンパス買わないでも最後までシーズンパス進めて2000円までもらえるから、1000円でもらえるから。まあ、シーズンパス頑張れば一応1機体はアンロックできるんだ。ゲームやってれば。だから無課金は機体選べて、多分課金してるやつはそれあのスキンのガチャに回せるって感じかな、多分。まあでもガンダムゲーだから多分キャラガンガン出して
金は絞り取ってくるんだろうな。まあね、キャラダサいよりはいいと思うわ。まあね、ガンダムゲーの割にって言ったら失礼だけど、システムは結構しっかりしてるから、なんだろう、思ったよりまともだね、うん、歌舞伎きつなんかまあ昨日もその話してたんだけど、多分今ぶっ壊れててもぶっ壊れで上書きするから関係ねえ。あ、これ百式じゃなかったんだ。俺詳しくないけど、メタスとかいうのはいるんだ。マーシーです。みんなが望んだマーシーです。みんなが望んだ戦えるマーシー。バトルヒーラー。しかもヒール別に繋いでるだけでいい。そいつ強かった。重けるし。びっくり一発もあるし。あ、しかも回復あの復活できるんだ。いいね。そう、繋がってれば復活できるから。変形して逃げれるし。そう。チームスナイパーはあの押し置きされるかもしれないです。でもカウンターが明確に存在してるから許されてるのかな今。それジグとかに弾かれたらダメでしょ。ストームレイブンいいなぁ。何がいい？かっこいい。このなんかもう繋ぎ目とか何も考慮してない感じ好きだよ。まあだから収益的にも続きそうだしね、なんか、楽しく気軽にできるゲームになるんじゃないですかね。少なくともオーバーウォッチ2よりかはやるかな。楽しい。ネオンライトとか怒られんのかファンに。書いてあるからちゃんと、あの実際の機体とは関係ない。そう断り入れてるから、原作設定とは異なる武装がする場合は、いやこれいいと文句出るからな。おもろ。あくまでちゃんとゲームを優先させてるから俺は。いい、あの早、まあそれはいいと思う。ユニコンサポートなんでいいと思いますよ。ニコンサポートなんだ。サポートでも強いしな。本当リペアド。一回言ったけど、戦いないんだけど結局。普通に強かったっていうか助かった。あのガノタで FPS あんまりやったことない人でもユニコーンガンダム乗ってるだけですげえありがたがれると思う。ブリギッてやんこれ。マジ嬉しかったこいつ。アーマー増えるしヒール入るし。でも課金なんでしょ。まあガノタは別に課金できるやろ。確かに。本当はシールドを構えるって書いてあるわ。サタビーもなんかちょうどいいんだよな。強さ的に。ゲンジ？トランザム。キャラでもないし。ゲンジさんはなんかあんま印象薄いね。まあ上手い人が出てきたら。トランザムは大変らしい。それが超強いんだけど、それ貯めるのが大変。まあ現地みたいにもしかしたらプロが出始めたらちょっと変わるのかもな、根底のウィルド強い系は。ただ反射がないから、あなんかすげえ戦い方がもう手裏剣チクチクして溜まったら行くみたいな感じになっちゃいそう。そのビームサーベルってあるじゃん、ビームサーベルもそれトランザム中だけだから。ああ本当はトランザム中のみ。違う、スタンじゃない。王になると量子化するから最強だぞ。スタンしてる場合だ。他にスタンがあるの。本当だ。敵ユニットがスタンしている場合。いや、スタン持ってないんじゃない。自分は持ってないんじゃないか。そうね。人任せや。持ってなさそう。いや、あれだ。そうだ、そうだ。突進でしょ。右の突進切りついてるわ。ビッグステップ？突進切り？右クリの突進切り？G.N. の層ついてるわ。あでも敵ユニットがスタンしている場合追加でスタンを行う。これか。最大チャージして、ミニクリやって、F やって、大ダメージ。あ、ミニクリックもスタンなのか。なるほどね。重いユニット相手には強いかもな。ミニクリだから最大チャージしてスタンが出ないからって感じで多分。あ、じゃあ結構むずいな。じゃあぴょんぴょんできるわけでもないしさ。いやでもなぁ。バルバトス使っとけっていうふうに。バルバトス使っとけって感じになりそうじゃない。バルバトスだから当てるの簡単なんじゃないかな。バルバトスは多分ワンコンで絶対落とせるけど。オーバーウォッチもそうなんだけど、このランにさ、スタッツ乗せてほしいんだよな、マジで。CD とか。ダメージ乗せてほしいわ。そうそうそう、CD とかダメージとか。プラス。
ちょっとさ、わかんないよな。なんかまあ、想像はできるけどさ。忍び。ガキ？さっきシャニアとも言ってたんだけど、金髪ザク強えだろうな。ダセー。さっき言ったよ、敵に。やばいな、このガイコシ。ガイコシめっちゃ惜しい。そっちね、ユニットついてこないんですよ。それスキンだけなんですよ。もうあの、金髪ザクの主がクソ強え。固まってるとこ全部破壊できる。格闘ザクの、うん、ナノリーパーついた、あ、ナノ、ナノ、ナノ、アナのナノがついたリーパーのアルチだ。攻撃精度が強化される。ジャガンノーってくるから。ジャガンノーってすごい移動速度のやつが走ってくるから。めっちゃ速いからね。思ったより速かったね。笑っちゃうぐらい速いからね。え、1200とかあるんだ。強いと思う。ただこのゲーム打ち合い楽しいから、メレー主体でやるのが楽しいかどうかっていうと、確かに普通に銃撃ってる感じが楽しい。そいつはあれだね、無敵とかその辺がないからにガードとかちょっと固めの近接って感じ。何が買ったんだヘルスこいつで。あれか、シールド5500なんだか。確かに硬いな、サドビやってることは。ジブラルタル味はあったな、サドビ。あの近いやつマジはって感じじゃないから、うん、無理だね、うん、でもなんかこうとつるときに一体やっぱいるとすげえありがてえし、しかも本体も強いっていうね。そう、近くに行った時のショットガンバカ強いから、マジで。そうね、一発で落ちる。だからバルバトスさえいなきゃ積極的に出したいみたいな期待ではバルバトスさえいなきゃ。俺そんな強いんだ。サナビ落とすためにいる。へぇ、まあ、そいついる時のサナビはマジでつまんないと思う。でもバルバトスはあのザクがいる時多分つまんないと思う。きついね、きついね。いやマジうまいザク一回いたけど、もうほんと何もできんかったからな。右クリ F でサナビワンコンできるから。そう、強っ。ただでかい的になってるだけなんだ、サナビが。そうだね、右クリ当てるのがめちゃくちゃ難しいから。ただ難しい。その代わりサザビーはでかいし、ダッシュも1回しかできないから、早くダッシュ使えよ、オレオレオレって。ダッシュ使った瞬間ワンコンで終わり。 E で飛んで F で、違う、 E で飛んで右クリ入れて。こいつが現地なのでは、このクールダウンリセットされるの。まあマジで遠距離攻撃を一切持たない現地。でも本当にそれで殺せなきゃ帰れないから。そうだ、そうだよね。俺さっきやったけど散々だった。ゴミみたいなバルバトスになって。右クリ難しいでしょ。KD 1.5 ぐらいだったんじゃない？こんだけ KD 稼ぎやすいゲームで。マジ難しい。ステップは基本2回で、その格闘型とか軽量型が3回って感じか。そう、なんか本当に得意不得意が割と明確で楽しい。まあペールライダーは壊れてるね。まあでもキャラなんかペールライダーいい。これ元ネタあんの？初めて見たわこのキャラ。ないんじゃない、知らん。そうなんじゃない、知らんけど。初期に出てきたようなやつじゃないの、その何ガンダム今作ってますみたいな感じの。なんかでもそう、ハデスとかなんか。でも歴史で言ったら最近の人じゃない？多分。あ、そうなの？うん。レディチェ入りました。じゃあな、バイオ。地球連邦軍とか書いてある。いってらっしゃい。1ヶ月さようなら。じゃあな。じゃあな。こっち。どうしよう。とりあえずまあ一戦できたし。え？さっきのやつやる？ハイパーデーモン。
いつまでネット来ないの？わかんない、2、3週間ぐらいって思っていただければって感じですね。明日もう引っ越し運び込みなんで、今日の夜にもうパソコン畳まないといけないですね。テイルライダーはプレステ3のガンダムゲーが初出で、最近本とかで活躍してます。工事日は決まったの。博多から脱出して次はどんなクソ回線になるんですか？ヌロ。ヌロではないです。そう。何これ、画面読むんだけど、何これ、あかん、熱の日に見る夢、熱の日に見る夢じゃんこれ、グッバイ視力、何これ、救面なの、何これ、デビルダガーじゃないですか、デビルダガーちゃんの続編っぽいんだけど、なんかエフェクトさすがにきついかも、エフェクトさすがにきつくない、何これ、よーね、画面見れないわ、よーね、吐くね、生きているだけでスコアが減少し続ける、面白い、やでもさすがに多分俺これ吐くわ、博多最後の日、何しよっか。SCP シークレットファイル。どうしても終わったら実質早くヤクザしろ、ヤクザは引っ越したらね ゴッドオブウォーは来年。ゴッドオブウォーちょっと触っとく？いいよ。いや、ハマっちゃったらやだな、でも。しばらくお預けだぜ。やだやだ、今日一日で終わるゲームしようぜ。いや、早くゴッドオブウォーして、そわそわなんてしたくないもん、俺。つまり、アークさん、お疲れ。オフラインでやればいいやん。オフラインでやればいいやん。でも配信でやるなら配信でやりたいじゃん。
SSD に隙ができたな。できたね。リコリコってあれ何時なの？これ配信で Amazon で見たいな、最終話って思ってるんだけど、時間によってはちょっと、まあ、でも深夜アニメだったよな。さすがに、いいや。各自見るように。アークのアイスは長ー。誰かいたんだ。イロン。FF タミが始まってる。もうアークがアンインストール中クソ長いんだが。ふざけんね。何もできないんだ、おかげさまで。あ、こっち行ける。オンデマンドだと月曜か火曜とかだった気がする。か、どっちか？アマゾン？でもなんか当日のあったっけ？まあいいや。スライムランチャー来たらしいね。スライムランチャーやる？俺別に気にしないし。スライムランチャーにはラスト前で追量っぽい。イベント内だった。イベント内だった？どういうこと？ミュ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 。スライムランチャーでも面白かったんだけど、また同じことやるかって言われたらな、めんどくせえなって感じなんだよな。ラストっぽい会話からイベント始まらないから終了かな。なるほど。バイオくん、これはウェバールル。何これ、ユリジョン。もしかして何これ、この条件死んでません？死んでませんよ。ニコー、すごパチめっちゃ動くやん。キャラデザあんまり好きじゃないけど、ユリじゃん。え？ユリじゃん。興奮してきたな。でも1だぜ。フルボイスやるね。2出るんですかこれ。ユーザーレビュー。中国人大興奮やな。え、博多最後の日ユリゲーやるんですか。とりあえず購入はしとこう。購入はしておこう。お、とはいえ。ねえ、佐藤。購入はしておくとして。なんかアクションゲームしたいんだけどなぁ。ミニヒーラーでもやる？ゲーム終わりがよくわかんないんだよな。すぐにアップデート来た？ミラーズエッジ500円じゃん。の。ミラーズエッジはみんなやってるやろ。てか、Xbox なんかなかったっけ？本当に買うとは。買うやろ。ユリゲーやぞ。
ムーライの試練やる？あ、ディスカバリーやろうかな。でも、それもだから。それもだからな。あかんだよな。何しよう。まあ、一応まだスイッチつなげてるからイカできるけど。配信考慮したらエロゲくらいしかできないね。まあ掃除するか、配信切って。おとなしく。恐竜の背中は興味ないなった。うん、興味ないなった。苦行か了解。いや、全然好きだけど。あなた最後の日ちゃんと掃除して過ごすか。てか単純にまだちょっとこう腰の準備がかばい、かばくないって言われて、かばいっすね。どうせ漫画読み出すんだろ。漫画全部入れちゃったから、同人誌とか全部もう入ってるから。基本的な漫画俺 Kindle 派だし。飯食ってツイッターして寝るね。そうだね。博多ラス風呂入ろうって思って風呂あってガンダム始まっちゃったから配信つけたから。掃除ソロとかどうせやらんから配信で監視者つけんとな。つけないよ。一旦切っていいっすか。最後の飯は決めた。最後の飯、なんか近くでラーメン屋で食ってきた、さっき。確かに、大声出せるかどうかさ、内勤してないからわからんから、なんか GO の試合見とく？ないね、特に。モビルスターライダーの試合興味ねえんだよな。ユリゲーユリゲーユリゲーはでもなんか静かに、一人静かにやるもんだと思ってるからな。いけいけいけ。あ、とりあえずなんか風呂でも入りながら何やるか決めとくわ。いや、多分なんかスレイザースパイアとか、しょうもないゲームやるかも。スイッチルレターの続編ってまだ出てないの？まだ出てないのかよ。博多最後の記念にアビス送ってやろうと思ったが、コーオーWやめとく。おいあ、アビス、アビスくれないんすか。絶対にクソゲーだね。もうだってもう売り上げ上位にもういないからね、クソすぎて。それを送るぐらいだったらファイナルファンタジー送ってくれって感じだわ、マジで。金の無駄だね。レディー・オア・ノットみたいなゲームしたい。これやるならでもコープのみんなでやると思うから手出せないんだよな。ゼロアワー、ゼロアワーそろそろいける。いや、ノラとかでできんのかね。
まあいいや。とりあえず風呂入ってくるんで、なんか決めたら配信やるし、そのままパソコンを解体して、引っ越しの準備をするかもしれないです。とりあえずお疲れ様です。はい、一旦落ちます。